すごいだろ、うちいやいや、すごい。なんかめっちゃいい匂いする。なんか腹減ってる時になんか揚げ物の匂い嗅ぐと、うわぁ、いいね、いいね。違うんだよ、違う違う。僕ね、最近ね、1週間のダイジェストみたいなのを作ってね、分かったことがあって。何何？1週間茶色いもんしか食べてなかった。マジで。ラブ茶色？ラブ茶色。いやいや、違う違う。だからね、今日はね、色鮮やかなものが食べたいな。あー、なるほどね。任して。いいとこあるから。ついてきて。あれ、あ、大将やった。大将、大将。あー、なるほど。じゃあ行きましょう。ちょっと歩くもんさんにもうちょい早歩いてもらいます？足痛いんだよ。今日も足痛いんだよ。大将、今日も痛風？痛風。ちょっと治りかけやけどね。おー、なるほど、なるほど。今日はね、ここ。なんて読むのこれ。神道さん？おい、大将。自分の店も忘れたんか。忘れたんだよ。もうボケがね。あ、なるほど。まあ、味はピカイチでね。うん、そうそうそう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。はい。ほい。ということで、どちらですか？これ、海鮮丼。500円安っ。これがおすすめなんだよ。もりもり、うん、もりもり。おお、でもでもね、これお昼しかやってないんだよ。なんで？なんでこれお昼限定なの。今の何？じゃあ僕は何を食べればいいの？これがおすすめやった、でも、夜は夜でね、ちゃんとやってるから。お昼来れなかった人のためにちゃんとやってるから。ほう、上海鮮丼。ほう、なるほど、これ、お昼の上海鮮丼とどう違うの？盛り方が違うんだよ。夜の方が豪華になってんの？いやいや、昼の方だよ。え、昼の方。また昼来てくれるかな。いや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 、閉めんなよ。閉めんなよ。閉めんなよ。わかりました。じゃあちょっと今日は晩のやつを食べて、また昼食べに行きましょう。うわ、すごっ。すごいだろ、うち。いやいや、すごい。海鮮丼。え、これ、これいくら？これ980円。本気で？うん。これでもまだお昼の方がお得なんですよね。そうそうそう、もうちょっと持ってあるんだよね。なるほどなるほど、うわ、めちゃめちゃ得なの、これ。これ上だからこの値段はないで。え、ちょっと待って、マグロ、タコ、え、アナゴで、エビで、これがエビやね。ここもエビか。ほんで卵、マグロ、タイ、ハマチ、サーモン、これがまたタイじゃないの。これもタイやね、これもまたハマチだね。ハマチやけど、ハマチのこれがたたきやね、なんか多分。で赤だしと。うわ、最高やな。いいだろ。最高や。でもね、うちは一つポイントがあるんだよ、うん、大盛りとかやってないんだよ。なるほど、でも十分大盛りやけどね。じゃあ、いただきます。どうぞ。じゃあ、赤だしから。あー、これアラが入ってて、うちのは絶品だよね。すごい。寒くなる時期にいいだろう。ただただ味が濃いじゃなくて、うまみが詰まってんね。薄味ですっごいうまみが詰まってる。いいこと言ってくれんね。それ言いたかったんだよ、僕も。兄ちゃん、食レポうまいね。このアラは気をつけろよ。アラ探しして、アラ探し。アラ探しはいつもされてる。される側やから。まずこれをちょっとね、邪道らしいんですよ、この食べ方は。けど僕はいつもここにわさびを溶かしてかけちゃうよ。あ、これ倍貝もおるよ。これ倍貝でしょ。そうだよ。坊ちゃん知らんかったよ、これ倍貝で。知ってるよ。知ってた知ってた知ってた。じゃあかけます。いいだね、その醤油。よし、こんなもんでいきましょう。じゃあそれはタコだね。え、タコでしょ。タコか、タコの頭だね、それ。しいたけに見えたよ。ちょっと待って。何？大丈夫、この値段で出せ。大丈夫大丈夫、地元だから。めっちゃ美味しい。マグロ、マグロ、うん。あ、これがハモの梅肉。言えてないよ、梅肉添えだよ。これさ、うん、写真値出したら3000円、いや4000円って。すごいよね、これ、うん、やっとご飯出てきた。ほうほうほう。ご飯はね、美味しいよ、うちの。これで酒飲める。だってさ、うん、お寿司何貫できる、これ15貫ぐらいできるやんか。そうやね、ったらそうやね。なんすごい安いよ、これ。そうだよ、だからうち人気店だからね。これはうまい。あ、すいません。今日ね、
車で来てたみたいだからノンアルコールにしといてよ兄ちゃん。これこれもおすすめだから、あ、これタラの白子、これうちのおすすめだよ。どうぞ食レポしてちゃんと。これがうまい。これさすごいよほんまに。掘ったら中からもイカとか出てくる、うん、しかもさ、たらこもん。たらこほんまや。そうそうそう、うん、あほらこれ食べてみるかな。わあ、おいしそうだよそれ。ちょっと刺身みたいなやつ食べてみるか。こうやってそう思っといて、うん、こんな感じでね、うんうんうん、うん、これ僕毎日来る。茶色の生活やめるのかい。やめてもいいかなって思う。まあ、美味しい。俺だからね。このさ、うん、何気ないこの卵あるやん。めちゃめちゃうまいです。卵焼き美味しい寿司屋は本物だよ。うん、僕の一番好きな味付け。よくうち見つけてくれたね。どこで見つけたんだい。デカ盛りって検索したら出てきた。そのまんまやない。しらす、しらす美味しいよ。食べられへんよね、しらす。食べれるよ。食べられへんって。食べれるよ。食事制限してないから大丈夫。何でも食べれるよ。白子も食べるよ。あん肝も、うん、レバーも。美味しいものは全て食べるよ。そらな、うん、そうなるよね。そうなるよ、うん、うんうん。人間好きなもの食べないとね。こっちはほいタラコタコタ。何タイの声。あー、うん、タイの声。どんぶりが似合うね、兄ちゃんこれ。幸せな海水でどうしよう。そうだろ、たまにはね、こういうカラフルなのも食べてほしいんだよね。ほんまにこの赤だし、美味しい。このアラから出たこの油、さらっとしたこの油がええ味出してるよ。そら揚げ物の油と魚の油一緒にしてもらったら困るよ、兄ちゃん。ですよね。ですよ。こいつら DHA だよ。ドコサヘキサケヘン酸だよ。ドコサヘキサエン酸だよ。言えたんだね。え、俺言えなかったよ今。これは一体何だ。これはね、うん、多分カニだよ。もう寒くなってきたから、うん、兄ちゃんカニみたいな顔してるからね。カニの甲羅みたいにゴツゴツしてるから、ね、やばすぎ。カニ食べ過ぎだろそれ。一瞬バルタン星人って言われるんだ、また。ちょいちょいやばいよ、あれですね。大将、接客に問題あるんですね。いやいや、コミュニケーションだから。コミュニケーション。コミュニケーション。なるほど。カニも、坊ちゃん食べられへんのさ。カニ食べれるよ。食事宣言してないから。今、気ぃつけや。ほんまやな。うん、年やもんな。ほんまに痛風は、痛、うん、風だけやったらいいと思うけど。腎臓とか言わせたらもう大変なことになるから。あ、それ昨日ググってたね、そういえば、うんうんうん、そう、坊ちゃんの健康を気遣ってググって昨日運転しながら横でなんか真剣にググって腎臓大丈夫なんって聞かれて、うん、びっくりしたから急になんか医者みたいなこと言うな。心配になるやん、やっぱ体が。いやいや、そうだけど、うん、どっかデカ盛りググってんのかなと思ったね。違う。うん、兄ちゃん、どんぶり早いね。似合うよね、どんぶりが。ありがとうございます。今日はちょっと飯テロだね、その量はね。そうやね、うん、倍貝を避け取って、なんでかっていうと転がってくるからさ。あー、なるほどね、うん、貝食べれるの。うん、倍貝の煮付けがうまいんよ。それがね、僕貝ダメなの。その倍貝はダメ。何が食べれるの。ホタテ、アサリ、ハマグリ以上、3点。やっぱりみんな好きなやつや。みんな好きなやつや。しもさん、これ。これこれ。何これ。これもおすすめなんです。何、うん、何。刺身定食でございます。あのさ、うん、言いたいことは、うん、ちょっと山ほどあんねんけど、何ちょっとまあ、お刺身紹介しようか。うん、
うわ、綺麗やなこれ。そうだろう。めちゃめちゃ綺麗に持ってる。これいくら？980円。うそ、ほんまに安っ。めちゃめちゃ安いやん。そうだよ。でご飯と若だしな、うん、なるほどなるほど、うん、刺身の種類もまあまあまあ先結構食べたかなっていう感じで。でもこっちほら梅貝とか、うん、あのいくら入ってないから。いくら入ってないのと、あと炙りがないね。そうそうそう、ないのけどないの。マグロはこっちの方なんか結構良さそうな感じかな。そうだよ、お調子だよ。一つ突っ込みたいこと言っていい？何？これさっき全部ご飯の上に乗ってなかった？気のせい気のせい。ほんま？うん、気のせい。別々で食べるのも美味しいよって。そう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 、ワンバン制ね、うん、うんうん。こっちはこっちでほらちゃんと定食として食べるでしょ。おー、うん、うん、こいつもめちゃめちゃ安い。そうだよ。こっちはお上品な人が食べるやつ、うんうん、こっちはせっかちさんの忙しい人が食べるやつ、うん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 、安すぎんね。大丈夫だよ、うちは大丈夫だよ。三宮とか新地に行くと3000円レベルです。あと言いました、そっから取りました。使い回しです。世の中使い回しなんだよ、何でも。このマグロ美味しそう。刺身全部美味しいね。毒酒ヘキサンさん、もう一回言って。毒酒ヘキサンさん。なんだよ、ワンモア。どこさヘキサケンさん。ヘキサケンさんって誰？ケンさんって。ケンさんって誰よ。え、何やった？どこさヘキサヘンさん。どこさヘキサエンさんじゃん。あ、エンさんなの。分からん、僕もちょっと分からへん。イカも美味しそうね。ここあれやわ、ほんまに誰かを連れてきたいお店に入ります。地元に欲しいね。地元に欲しいね、ほんまに。こんな話見たんだけど、確かに安い海鮮丼屋さんってあるやん。はあはあはあ、あるけど、うん、この値段でこのネタはない。ああ、なるほどね、うん、ほんまに。しまさん、ほう、どうした海鮮丼。最高、うまかったね、ほんとに。うまかったけどさ、なんか知らんけどさ、うん、会計がさ、僕が食べた分以外のがついとってんな。なんか最近いつも大将と行くとさ、なんかついてんのよな。サービス料なんかな。しゃあないよ、サービス料だよそれは。サービス料なんかな。そうそう、タックス、タックス。タックス、タックス、タックス、タックス。なるほど、そうそうそう、そうかそうか。紹介料も入ってるから。なるほどなるほど、うんうん、いいだろう、美味しいもん食べれるんだから。なんか、まあ、今日はありがとうございました。ありがとうございます。いいよ、こっちのことありがとう。ほら、じゃあ行こうか。特にドクターヒキサンエンタン食べたから、うん、次は茶色いの行こう。バカ野郎、それやったらいつもと一緒なんよ。今日はこの服で帰りましょう。ちなみに、うん、さっき大将と喋ってたんですけど、うん、お昼の海鮮丼は8時ぐらいから並んでるらしいんですよ、うん、ほうほうほう。超海鮮丼を頼むと、うん、大海鮮丼ってあるんですけど、うん、大海鮮丼の5食分が上海鮮丼なんで、限定20食ぐらいらしいんですよ。なるほど、超レアやん。そうなんですよ。だから大海鮮丼の刺身5個分やから、うんうん、ものすごい刺身だらけですよ。おお、なるほど、うん、それはね、ぜひともまたね、一人で調査に行きたいと思いますってことで、ごちそうさまでした。おい、一人来い。また電話するから着信拒否切っといてよ。してない、着信拒否なんかしてない。最近なんか話中なんだけどな。あれ、おかしいな。電波悪いのかな。電波悪いんじゃないですか、多分。言っといてよ、ちゃんと。あー、してないけどね、うん、じゃあ、LINE で電話するわ。じゃあ、またお疲れさー。お疲れ様です。僕のも払っといて。 LINE も着信拒否しよう。